秋島市域のランドサット衛星写真秋島市は東京都多摩地域中部に位置する市、人口は約十一万人。灰島の私二千五年の夜間人口は十一万五十四人であるが市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は十万五百八人で昼は夜の零点九一三倍の人口になる。 夜間に比べて昼の人口は1万人ほど減ることになる。通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者32,224人、市外から市内へ入る通勤者は25,645人と、通勤者では市外へ出る通勤者の方が、やや多く、また学生でも、市外から市内へ入る、通学生は2,124人で市内から市外に出る。 通学生5091人と昼は市外へ流出する人数の方が多い。東京都編集東京都の昼間人口2005平成20年発行150から151ページ国勢調査では年齢不詳の者のが東京都だけで16万人いる。グラフには年齢不詳の者のを含め昼夜間人口に関しては年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に 誤差は生じる。秋島市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名討論で下線がある。町名はその全部、それ以外はその一部である。西暦は市長選実施の年2017年の区割変更により東京21区に属していた秋島市が25区に変更された。本市は 市営水道を持つ。都内では唯一水道水を地下150から200メートルから汲み上げる地下水で100%賄っている。そのため周辺自治体より基本料金が安く日本水道協会水道料金表によれば2004年4月1日現在の10万人から30万人未満の都市における家事用水道料金は国内では 静岡県沼津市に次ぐ安さである。給水は市町村の事業であるが、多摩地域では多くの自治体が東京都水道局の直営事業となっている。2016年度現在、独自で行っているのは本市と武蔵野市、羽村市、ひばる村の四市村だけである。ただし、一万一の渇水に備えて東京都水道局から緊急受水できるようになっている。 公共下水道は、秋島市が、流域下水道は、東京都下水道局が、それぞれ設置、管理している。市内には、東京都の多摩川上流水再生センターがある。青梅市、秋島市、福生市、羽村市、水保町の大部分と立川市、武蔵村山市、奥多摩町の一部の下水処理を行っている。秋島ガスが市内を網羅している。警視庁秋警察署から、 管轄地域は地域一円。消防は市町村の責任業務であるが、本市は多摩地域の多くの自治体と同様に東京消防庁へ業務を委託している。よって、秋島市の消防の責務業務は消防団活動、並びに消火栓、消火器等の設置、管理、維持といった程度である。1998年12月に、 東京消防庁秋島消防署が設置されるまで、立川消防署の管轄であったが、これは自治体消防発足時の1948年に、立川地区消防本部が、立川市、昭和町、八保村で構成されていたことに由来する。ありがとうございます。